はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は弦ですね、ナイロン弦のブラックナイロン、あとクリアナイロンというのがありますね。これの音の違いについてのお話をさせていただきたいと思います。実際に弾き比べて同じウクレレで張り替えて音の違いを聞いていただこうという動画になっております。はい、今現在これ貼ってるのはフェーンのブラックナイロン弦です。主流になってるのはフロロカーボンですよね。 BGM もずっとフロロカーボンの弦を使ってるんですが、どうしてもこうカキンという金属っぽい音、この辺が苦手でありまして、もうちょっとマイルドの柔らかい音にしたいなというのをピッキングでいろいろと調整もしてたんですが、やはりあの弦の素材による違い、もうちょっと温かい音ということで古き良きナイロンですね。でナイロンの中でもクリアとブラックがありまして、クリアの方は普通に響くんですが、ブラック弦の方は割と響かないという定説になってるんですけども、実際のところはどうなんでしょうか。はい、これ今ブラックナイロンなんですね。で、とても柔らかくて温かい音ですよね。このソロの音は好きですね。弾いた瞬間にフロロカーボンはカーンと音が抜けるんですが、ナイロンの場合はちょっとこう丸みがあって、なんとなくこうエンジンブレーキがかかってるような、若干こう自然なブレーキがかかってる音にですよ、ブレーキがかかってるような感じなんですけども、これはまあ普段フロロカーボンを弾いてるからなんでしょうが、とてもこうリードを弾くと温かい音がしますね。で実はこの、コアロハ、割と古めのタイプなんですが、まあ、オールコアでトップとバックがセンターブックマッチではなくて1枚の板で作られてる、このおにぎり型になって初期の頃の、コアロハなんですけども、もともとブラックナイロンがついてたんですね。最近はワースの弦がもともとついてるんですが、その昔パパコアロハが一人で作ってた時、この頃のコアロハっていうのはブラックナイロンがもともと標準でついてました。で、ナットとサドル、これもともとエボニーなんですね。これはついてたやつではなくて牛骨に交換してまた新しいエボニーに取り替えたんですけども、もともとのこのコアロハの仕様ですね。音が伸びていく感じがないところですけど、これはあのフロロカーボンに耳が慣れてるせいもあるかもわかんないです。好みが分かれるところかもですね。はい、フロロカーボンに比べれば弦が太いんですが、テンションはそれほど強くないです。張りは強くないですね。この太さだとフロロカーボンの弦だとかなりカチカチになると思うんですが、柔らかい感じですね。はい、弦の当たりは柔らかくて、その分やっぱり弦が太いだけあって音も太いですよね。この辺の甘い音がなんともいいですね。それではクリアナイロンに、交換したいと思います。はい、ナイロン弦に交換いたしました。これダダリオのクリアナイロン弦なんですけども、張り替えたすぐっていうのはこれ今 G に合わせましたよ、4弦ちょっと軽く引っ張ると
音が下がるんですね。どんどん伸びます。フロロカーボンでも実際は伸びるんですが、ナイロンの方がフロロカーボンよりもこれ激しく伸びるんですね。これ弦壊れてんのじゃないの、ウクレレが壊れたんじゃないのっていうぐらいに伸びていきます。はい、まあその関係もありまして、安定するまで実際の音っていうのは分からないところがあるので、しばらくこの引っ張って引っ張って伸ばして伸ばして、はい、伸ばして伸ばしてこうやってですね、伸ばして伸ばして、安定するように、これグイグイ、これ伸ばし方もありまして、あんまり力入れすぎると壊れたりもしますので、壊れないように、はい、また下がったら引っ張る、下がったら引っ張る、はいはい、で引っ張る、下がる、合わせる、引っ張る、そうやって何回も引っ張っていくと、今度この引っ張った後にそれほど下がらなくなってくるんですね。はい、これで下がらなくなってくる、はい、下がる幅が最初はブオーンって1音ぐらい下がってたところ、今ほんの微妙に下がる程度になってきました。これでだいぶ伸びたっていうことですね。はい、でまあこんだけ伸ばしててもまた時間を置くと伸びてくると思うんですけども、はい、その辺ちょっと、カメラを止めてですね、伸ばしきって、伸びきったところで、伸びきってすぐでもまだ音が変わらないと思うので、もしかしたら日を改めるかもわかんないですが、ちゃんとこれのクリアナイロンの音がしっかりと出てきたら続きをお送りしたいと思います。はい、伸びがだいぶ収まりましてですね、本来の音になってきました。最初はやっぱりこう音が詰まった感じで、なんじゃこの音は使えねえなんて思ったんですけども、しばらく置いとくとですね、はい、こういう感じですね。先ほどのブラックナイロン、最初のブラックナイロンよりは若干響くんですが、やはりですね、フロロカーボンに慣れた耳ではなんか音が詰まった感じ、ポーンと音を出してるんですけども、エンジンブレーキがかかったような、先ほどと同じような感じの響き。サスティーンもフロロカーボンに比べるとちょっと短い感じがありますね。はい、はい、でしっかりとピッキングしないと音が前に出てこないイメージありますね。フロロカーボンの場合は弦の芯から鳴らさなくてもスッと前に音が出てくるんですが、でこれもあの弦がフロロカーボンに比べるとかなり太いです。サバレスの 140R、 あれも太いんですが、あれよりも太い感じですね。でも硬くはないです。柔らかい感じで太い、ところがありますね。カキーンっていう音はない代わりに、マイルドな音なんです。でカキンという音がなく、マイルドで柔らかくて太い音、こうですね。はい、こんな感じの音ですね。アップいたしましたオッパート、これを弾いてみたんですが、以前アップしましたスタジオ版はですね、これをフロロカーボンの弦、このウクレレにフロロカーボン弦を貼って、弾いてるものですね、どういう音なのかというのを聞いてください。
はい、皆さんはどの弦の音が一番好みでしょうか。まあ最近はやはりあのフロロカーボンですね、張ってすぐ弦が伸びるのも少なめで、チューニングが安定しやすいですね、ポジション高いところハイフレットあたりを弾いてもチューニングが割と安定するっていうところで、扱いやすさ、音が飛ぶ、音がくっきりはっきり出るというところで、最近はまあフロロカーボンが主流なんじゃないでしょうか。でもブラックナイロンもこのクリアナイロンもなかなかウクレレ本来懐かしい音がして、いいんではないかなと思います。はい、 DJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、だから今は瞬きも